半田渡り8月22日の1948年10月21日は、大日本帝国海軍の軍人、戦闘機搭乗員。総連19期。最終階級は中尉、黒岩と潮と並び、短期格闘戦の名手と歌われた、激追王である。福岡県久留米市に生まれる。1928年、海軍を志し、佐世保海兵団入団。 感染勤務を経て1932年10月、第19期操縦練習生となる。同期生に、磯崎千里、高橋健一、田中大ら。1933年3月、同家庭を終了し、戦闘機専修。空母、龍城飛行機隊に配属される。その後、大村に転属。在任中、愛国号圏能式典で、祝賀飛行に参加した。 当時部下だった田中邦義は、その練習中、変態スローロール等で苦労していたが、半書きは定位置を微動だにしない、ついていくのに汗をかいたと回想する。また、この頃すでに、もち勇きの考案した、ひねり込みを習得し、空戦訓練で披露していたといい、伝授を求めたが若年を理由に断られ、後別の舞台で再会した時に再度教えをこうたが、 田中平装に教えることはないよ。私が実戦について教わらなければならないと、結局教えてもらえなかったという。その後横須賀核航空隊を経て、日中戦争勃発後の1937年8月、大西滝次郎大佐の要請で、上海戦線に新鋭機96式、環状戦闘機を投入することが決まり、新防衛城尉小田紀一、 高橋健一角に空想、稲葉武雄一空想他一名の、計五名と、その総縦要員に選ばれる。六名は、大村からアルトゥル飛行場を経由し、田中正臣中尉の89式艦航の引率で、甲州湾の空母、加賀へと改装した。全員96式艦戦での着艦の経験がなく、その訓練には一週間ほど要するが、 着艦訓練を経ず全機着艦に成功した。そのまま加賀飛行機隊に着任し、上海先生に出動。9月7日、五十嵐金正隊員の2番機として3機で、観光隊を援護中、太古上空で流域合上常識する第5大隊、第24中隊のカーティスホーク37機と、遭遇1機を撃墜。これが、初戦火となる。 井ガラシ員が3機、高橋に空想が1機撃墜、計5機を報告した。ただし、中国側記録によれば、旅基準注意の1機が被弾したに過ぎず、また、竜城城が新北区で96式感染1機を撃墜している。9月20日、南京第四次空襲では、艦幕、観光隊の援護任務につき、午後1時に南京上空に差し掛かったところ、 それぞれ短期で行動していた新ホーク3機と相次いで遭遇。2機を撃墜したが、最後の1機は南京西部の洋輔上流に停泊している外国艦艇の上空へ逃げ込んだ。ハンダはなおも追いかけようとしたが、外国艦艇から射撃を受けたため撤収した。中国側記録によるとこの日、太古と同じく竜上場式の第五大隊。 第24中隊と第4大隊、第22、23中隊混成の新砲級機が南京上空に展開しているが、2機が警備な被弾を下に過ぎないとある。10月17日、正直空襲に向かう96式艦上攻撃機の護衛を、信号営場注意、小田木一に空想、江間智和三空想と共に、担当、11時50分。 正直に差し掛かったところで迎撃に上がった、新水電場城の指揮するカーチスホークに4機、新ホーク1機と交戦し、うちローホーク1機を単独撃墜。舞台では4機を撃墜した。1938年6月、第15航空隊に転じ、7月18日、南翔空襲に南郷茂る将隊医率いる、艦線隊の第3小隊一番機として参加。 南昇西雲府飛行場南方5キロにて、ソ連空軍志願隊のポリカルポフアイ -15 ビス6機を発見、2番機の日高発音に空想と共に向かい、2機、撃墜した。11月期間。その後、空母、創流、飛流乗り組みを経て1940年11月、海軍航空兵総長に昇進と同時に除隊したが、即日招集。 太平洋戦争勃発後の1942年2月、台南海軍航空隊に転じ、ラバウル、ニューギニア各地を、転戦、零式戦闘機を買って年内に7機を撃墜した。しかし、肺結核に侵されて、同年12月、本土送還。その後、人吉海軍航空隊の高原飛行場跡近くに、定住し、療養に専念していたが、 1948年10月21日、死去した。終戦までの葬撃追数は13期。1983年8月、人吉市の相良五国神社に追悼碑が設置された。碑文は、玄賀実金書。解説版は、渋谷厚志文、羽賀長尾金書。ありがとうございます。